新幹線の線路をな、男の子が4キロ歩いたんだって。危ないな。で、電車が、うん、あの、あれが、駅員さんが気づいて、うん、4キロ離れた線路内で小学生の男児を捕まえた、保護した、うん、1時間なんぼ、電車がさ、新幹線が止まった、うん、これはどうなんやな、賠償問題なのかな。そりゃそうだよね。なんで新幹線の線路なんだ、もう引かれたらひとたまりもないのにな。